長い歴史があるんですが、なぜ人は化粧をするのかと。はい、人によってですね、身だしなみやマナー、自分を磨くため、心を整うため、楽しむため、やる気を出すためなど、本当にですね、いろんな方々に聞いたらですね、まあ人それぞれでありました。人それぞれ目的が違うんですけれども、実は化粧をすることによりですね、非常に瞳孔が開きですね、集中力が高まると言われてるんですね。集中力が高まるとどういうことがいいことありますかということになるんですけれども、まあ化粧をするとですね、何がいいことはあるんでしょうかということをね、ちょっと、改めてね、感じてみてください。まず一つ目は、まあ、人に対する思いやりが向上するんじゃないかと。これはまあ、江戸時代の話でありますが、身だしなみ、たしなみとしての化粧という文化があります。まあ、その化粧をすることによって、ご自身が落ち着いたり安心感、もしくは好印象をですね、周りに与えることができるというふうに思ったりするわけですね。で、二番目は、コミュニケーション力がアップします。これはですね、老健施設に回ってた時もそうだったんですけども、やっぱりメイクをしてない人とメイクをした後ではですね、これ積極的にね、なんかこう人にこう会ったり、積極的に会話をする。そしてなんか重い腰がですね、軽くなったように、こう、歩き出すっていうかね、まあそういうふうに積極的に行動するということが、まあ言えるわけですね。そして三つ目は、まあ見られる喜びが湧く。まあ皆さんもね、感じたことあると思います。素敵なメイクができた時っていうのはなんかこう周りをですね元気づけたり周りを逆にこう癒したりねすることができる、そしてお役に立てる喜びとかがまあなんか自分で感じたりしますよね。だからまあそういうことで自己肯定感自己存在感がアップするというふうなことが言えると思います。そして4番目は美的センスの向上、まあ、見た目を気にしますよね。やっぱりこうメイクをするようになるとですね、メイクのテクニックはやっぱり流行にも敏感になってですね、いろんな雑誌を見たりして、とにかく美意識がね、どんどん上がっていくというふうになります。5つ目が、まあ、変身の楽しみですね。なんか今までと違うメイクができたり、プロのメイクアーティストにこう大変身をしていただくとですね、ときめいたり、ワクワクしたりですね、本当に新しい自分の発見とか、もう可能性がどんどん広がるというね、そんな今まで自分が思っていた殻を破っていくというね、まあそういうふうな力があるということですね。それから、6番目は性格の改善。几帳面になったり、清潔好きになったりですね。まあメイクがね、優しい、柔らかいメイクをしていると、まあ優しくなっていく、というね。それが逆にですね、ちょっとこう、しっかりとしたメイクをしたいというふうにね、凛としたメイクばっかりね、ずっとやっていくとですね、なんかこう、仕草とか、もうそういったものもですね、自分の中では凛としていく、まあ強さが出ていくとかね、そういうふうになったりします。そして7番目、メンタルケアですね。まあ、こういうストレス社会の中ではですね、この自分を、慈しんでメイクをする。そうすると自信が出たり、元気が出たり、勇気が出たり、積極性やチャレンジ心がですね、湧き上がると。そして自分自身に癒しをして、まあ癒すっていうかな、自分自身を癒すというね、行為にもなるわけですね。そして8番目。これはもうヘルスケア。ね、このストレスを軽減をしたり、特にね、まあ、重要視しているのはこの MCI ですね。軽度認知症予防ということで、まあ、認知症になる前の段階ですね。この MCI で予防していく段階、まあ、認知症になるには何十年もこう前からですね、徐々にやっぱり、時間が経過していくというふうに言われてますんで、もう本当に30代、40代の頃からですね、この MCI というのを意識しながら、お化粧がめんどくさいっていうふうに言わずにね、とにかく積極的にしてみてほしいなと思います。まあ、このようにですね、とにかく化粧すると何がいいかということなんですが、まあ今言った1から8、まあ、最低これぐらいあるんじゃないかなということでちょっと、書き出してみたんですね。これだけ化粧するとね、いいことがあるわけですからね、これをね、うまく使わないとね、もったいないと思いませんかね。これはとにかくですね、ここを意識してお化粧というのを積極的に取り組んでもらいたいなと思います。